天理からお届け研究者図鑑。こんにちは。さまざまな分野の研究者を世界各地からご紹介する研究者図鑑、私案内役のニピオです。本日ご紹介する研究者は天理大学文学部の飯島義晴さんです。どうぞよろしくお願いいたします。どうもよろしく。本日はこちらの天理大学の飯島さんの研究室からお届けをしておりまして、散らかっておりますが、いえもうすごい、ちょっと見えないと思うんです、資料がたくさんあって、あとですね、後ほどお話出てくるんですが、いろいろこの茶器といいますか、急須陶刻とかですね、がありましてですね、非常にこう、なんていうんですか、いろんな、なんていうんですか、文化的な匂いがある、なんかこう、ちょっと楽しい研究室からお届けさせていただきます。はい、では本日、飯島さんにお聞きする内容なんですが、こちらの3つのキーワードになっております。それでは一つ目のキーワードからいってみたいんですが、こちらですね、異界とこの世の境ということでですね、非常になんか気になるキーワードなんですが、どういったキーワードなんでしょうか。これ最近出た、学術文庫から出た、じゃあちょっと難しい字なんですが、かまど神とかわや神と読みます。かまど神とかわや神、副タイトルにあるのがこのキーワードの、ちょっと見にくいかもしれないですがありますね。この世と異界の境というか、異界とこの世の境という、二つの世界のちょうど、中間というような意味合いなんですが、要するに家 の、 一番大切な奥には大切なものが宿っているという信仰があって、もう大切なものっていうのは何かというと、要するに人間が、この世で文化を築いてですね、生きていく上で、やはり大自然というものと対峙して、文化を築いてきたわけです、でその大自然から人間がかろうじて築いた文化というようなものを、その大自然からいただくために、重要な装置として働いているのがこういう、神様、かまど神とかわや神というような神様、他にもありますが、代表的なものですね、で何が大切かといっても、やはり人間は生、生命が、どこから来たのかというようなことで、やはり生命だけでなくて、四大元素といわれるのは火とか水とかですね、空気とか、そういうような大自然に属するものを利用しながらかろうじて生きてるのが人間、でその大自然にあるような諸要素をどのようにして自分たちのものにするか、あるいは自分たちがそれに寄り添いながらかろうじて生きていけるのかという、そのかろうじてというところに、秘密が隠されていて、そういったかろうじて生きているその知恵のようなものが、民族心というような形で、民家の中には生きているわけです、ある意味自然信仰が家の中に、そうですね、火といっても野生の火、山火事なんかだと人間にはコントロールできません、しかし通常は我々が調理に使っているような火というのは非常に、コントロールされた形で利用しているわけです、原子力などというものもありますが、かろうじてコントロールしている、そのかろうじてというところに人間の謙虚さと、その何ていうか人間の愛しさというか、文化というか、そういうものが宿っていると思います、ではかまどというのも、そういう大自然の火というのをこう使わせていただいているというような、そうですね、今は電磁調理器のような形で火を直接見る機会も少なくなっているというような家もありますが、やはり人間がずっとこれまで生きてきた長い歴史の中では、非常に火というようなものは大切なものだし、言葉というものも大切ですが、その火や言葉を獲得する核にこういう民族史のようなものがあって、その知恵を研究してきたのが私の今までの研究史の流れの、根底にあるものだと思います、そのかまどというのは分かるんですが、かわやというのも、そうですね、かわやというのもなかなか火で食べ物を調理して、野生のものを人間が食べられる形で、消化しやすい形で美味しく調理します、一方かわやというのはちょっと難しい字なんですが、
食べたものを、まあ、排泄したり、はいはい、あるいはあの昔ですとそれを、まあ肥料として使うというリサイクルの原点にもなっているようなものなんですが、はい、通常は、まあ、あの汚いイメージで描かれることが多いんですが、はい、実はその河谷というのは出産、はい、あるいはあの育児と強い関係を持った場所でありまして、はい、非常にあの子供を育てる上で、あるいは子供を産む上で重要な神様になっていて、この河谷神を出産の神様として昔から信仰する、そういうようなあの要素が日本にはあの見られましたし、高度成長まではあの民族儀礼の中にもまあ接近参りのような形で出てきましたし、今でも広くあの妊婦の方がおトイレの掃除をすると可愛い子供が生まれるとか、あの安産するとか言われて、あの非常に今でも近い関係にありますし、古事記のような古いそういう文献の中にも、まあ新婚説話というような形で、あるいは荷塗り屋型神話というような形で、非常にその河谷というものと生命が重要な関係を持っていることが、あのもう古い時代から示されています。はい、ではそういうその大自然と自分たちの文明といいますか、文化、それからそういう、まあ、子供が生まれるということで、まあ、そう生命ですね。大切なものは何かといって、あの、まあ、現在はもう、グローバル化時代の流れの中で、はい、全てを均質の価値観で判断するというようなことがありますが、はい、そしてあの民家にしても、はい、かつてはまあほの暗いそういうようなあの生き方で、現在のそういうまあ快適な空間を表す言葉で言うと開放的で明るくてというようなことなんですが、実はあの闇の文化の豊かさというか、谷崎の陰影雷さんのようなそういう影の文化の豊かさというものが今ちょっと忘れられているような感じがしますが、その中にはあの重要な知恵がたくさん入っていると思います。はい、なるほど。そういうかまど神、かわや神というのは、まあ代表的なものとして、その、まあ、家の中でそういう、なんて言いますか、異界との、そうですね、交信をするというか、交渉をする、はい、そういう、あの、まあ、ちょうどかまどが、あの、まあ、昔の田舎のかまどですとよくわかるんですが、はい、大きなこの滝口があって、はい、なんか あの世と通じているようなそういう感じがしますし、はいはい、おトイレはまあ今はまあ水洗トイレでちょっとわからなくなってるんですが、はい、まあ、そういうどっか深い闇の部分とつながってるんじゃないかなという感覚は、はい、あの少し前までよくあったと思います。はい、今ではあの、まああの学校の階段の中でトイレがそういう不思議な空間のような格好になってたりして、ちょっとあの違った形で伝承はされているとは思うんですが、あのまあそういう闇の豊かさというか、影の部分がこの失われたことによって、やはり精神的にある種のその癒しというか、そういうまあ安定性というようなものがあのちょっと欠如しているような傾向があるんじゃないかなというふうに感じています。はいはい、ちょっとこれから私もトイレに行くときは少しちょっと恐る恐るちょっとトイレに行くとになりそうな感じがするんですが、はい、まあ、では一つ目のキーワードはそういった意味でこの異界とこの世の境というところですね。はいはいはい、では今度二つ目のキーワードなんですが、こちらですね。自分で判断できる人間を作る民族学、はい、ということなんですが、民族学という学問は、はい、まあ、あの田舎のお年寄りから古いしきたりや行事などの話を聞いてそれを研究する学問ということは形で、なんか古臭いイメージがあるんですが、実はあの、まあ、近代国家の成立といいますか、はい、それと深い関わりを持っていて、はい、大体19世紀の半ばに民族学という学問ができてくるんですが、はい、それはあの近代国家が続々と誕生した時期と重なっています。で、その時にあの、まあ、国民という意識ありませんから、はい、みんなあのじゃあ国民共通の文化というようなこと、あるいは伝統文化という形で表現されますけれども、はい、そういう国民共通の遺産というようなもの、文化遺産というようなものを考える上で、
各地で伝えられてきた民族文化というようなものを、はい、まあ、その形成に、まあ、はい、役立てるというような部分が一部あったわけです。はい、したがって近代国家を作る際にどの国でも自分たちの固有の文化ということで伝統文化が評価されると見直されるという動きが出てきたもんですから、はい、極めて古臭いイメージの割にはモダンな、近代になって出現したものなんです。あ、そうなんですね、はい、まあ、その中でこの自分で判断できる人間という、ただ欧米からそういう明治になって新しい学問が続々と入ってきましたが、はい、日本では柳田国男という人が民族学を、はい、ね、作って大成したと言われております。代名詞的に、はい、柳田国男さんの考えられた民族学と欧米でいう、はい、いわゆるフォークロアというものが、はい、果たして同じかどうかというのは、はい、問題でありまして、はい、最初は自分で民族学を考える上で参考になされたとは思うんですが、はい、柳田国男自身高級官僚ですから、明治の、まあ、そういうお役人の、はい、世界にいたわけですから、はい、まあ、その中でやはり農政学というようなことを専攻して、はい、まあ、農商務省というところのお役人で、各地で今でいうその農協ですね、はい、昔は産業組合と言いましたが、それの指導に当たったり、各地で農民が豊かになるように、まあ、そういう中農育成策というか、欧米流のそういう酪農とか、はい、新しい農業技術を入れて豊かになるというような指導をしてきたんですが、はい、なかなかあまりに進みすぎていたっていうか、時代に先駆けていたので、はい、あまり受け入れられなかったと、はい、そこでまあそういう実際の指導からやがてこの精神的な部分に力点を置いた民族学の世界へとこう入っていったと言われております。でそこで考えたのが、やはり日本流のあるいは日本人の幸福、はい、にはどうしたらいいのかというようなことが問題になったと思います。はい、そこで欧米流の単なる学問としての民族学というんではなくて、やはり実際に役に立たなくてはいけないと、はい、でそのための民族学として柳田国はいろんなことを言いますが、はい、内政の学問とか、はい、政策が立てられる学問、はい、あるいは問いの学問であるとか、はい、形成催眠の学問、はい、世相解説の学問とかいろいろ言ってきましたが、はい、端的に言うと良い選挙民を作るための学問が民族学だと、そのようなことも発言して、はい、まあ、いろんな機会にいろんなことを言っております。はいはい、ですからその中でやはり民族学というようなことで、良い選挙民を作るというのはどういうことかといえば、はい、人が人に入れろとかそういうことではなくて、自分で、判断して、自分で、この人がいいと思う人に入れるというようなことでありますが、はい、その判断の材料を、提供するために民族学は各地でいろいろこれまで伝承されてきた資料というものを集めまして、はい、今の世の中が現在の状態になるためにどのような変遷を遂げてきたのかと、はい、その判断材料を集める、はい、まあ、手段としてそういった民族学というようなものを構想してきたというところもあると思います。はい、そこでなるべく国民が自分の言葉を持って自分で身の回りから判断できるようにと、はい、つまりその学校的な知識としてではなくて生きる、はい、そういう知恵としての、まあ、はい、判断力といいますか、賢くなるためのそういう、まあ、学問として民族学を構想したといいます。はい、で、通常学問の学は学ぶということで、真似するという真似文が元になるといいますが、はい、柳田国はむしろ真似るということよりも、まあ、覚醒するの覚という覚えるというようなことで悟るという、はい、つまりそういう腑に落ちるというか、はい、自分でそういうしっかりとした、まあ、判断をして、うん、自分で納得するようなそういう生きる知恵、はい、自分の言葉というようなものを持つことが大切だということで、うん、はい、国語教育にも
非常に力を入れたわけです、はいうん、そういうようなわけで民俗学というのはむしろ今の時代でいうと昔 の、 あの資料を集めているので、はい、なかなかあの古臭いイメージなんですが、その時代その時代で、はい、やはりあの自分で、まあ、どういうふうに生きたらいいのか、はい、身の回りからそういう物事を判断でき、自分の言葉を持つことができるような、はい、そういう、まあ、学問として柳田国は構想していたんじゃないかと思われます、はいはいはい、なるほど。それでこのキーワードと自分で判断できる人間を作る、その身の回りの、まあ、実は知らないろんな知恵とか、そういったところから、まあ、判断できる。そうですね、うん、やっぱりあのどうしても大きな力というか、はい、現在もあのグローバル化の流れの中で、はい、均一の価値観、はい、あるいはお金中心の一元化した価値観というようなものに、はい、我々の、まあ、生き方が巻き込まれて、はい、どうしてもお金中心であると、はい、あるいはまあ単一の価値観によって全てを判断してしまうと、うんはい、これをまあ民俗学では最も嫌っていたんではないかと、はい、例えばあの餅なし正月というような、はいお正月に餅をつかない食べないというような、はい、あのまあ行事がよく知られておりますが、これにしてもかつては稲作以前の芋文化の名残であるというような評価があったんですが、はい、最近では、複合制御論というか、はい、多様な少量多品種の生き方、うんはい、制御のあり方で生きてきたのを、うん、稲作一元化に覆われそうになった時の危機感として、はい、そういう餅なし正月のようなものが出てきたと言われております、はい、ですからそういう民族の知恵に生きるならば、うん、この単一化、はい、あるいはグローバル化が進む中でいかにして自分の、はい、足場、うん、言葉、はい、判断力を持つかということが大切になってきていると思います、はい、なるほど。そういった意味で本当は今の現代の社会こそ非常に必要な学問じゃないかと。そうですね、まあうん、あの学問っていうとやっぱり堅苦しいし、はい、あの学校で教える、うん、となるとどうしても教科書的になって、はい、そういうどういうふうに生きるんだとか、うん、人生はどういうふうに送るのがいいんだというようなあのそういうことはなかなか教えがたいと、はい、哲学の場合も日本の学校では、やはり実際に自分で哲学するよりも、うん、その哲学史なり、はい、哲学という学問について教えるというようなことで、はいはい、どうしてもまあ、学校の中ではそういう形になってしまうんですが、はい、しかしながら基礎的な道具、はい、あるいは、まあ、判断の根拠となるその事実や資料、はい、それはやはり、ある程度やっぱり身につけてからでないと、ただやみくもに自分の言葉自分の判断力といっても、はい、なかなかですね、これまでのどのような経過をたどって現在に至ったかというようなことを、はい、まあ、知っておかないと判断も誤るということになると思います、はい。判断のための、まあ、知識が必要と。そうですね、だから偉い人が言ったからどうかとか、うん、そういうことではなくって、まあ、あの言葉にしてもあの明治になって、まあ、標準語というような形で、うん、まあ、本当はあの、まあ、自分たちがあの、まあまあ、思考の手段として、あの獲得した言葉をこの禁じられて、うん、あの非常に、まあ、あの黙ってしまった、言葉を失ってしまった、うん、そういう人もあるいは地方も多々あるわけですが、今日の時代、なるべくそういうですね、うん、地方の多様な文化をやっぱり大切にしながら、うん、自分たちの生きる知恵を得ていくことが大切だと思ってます、はい、なるほど。ある意味その民族学の精神みたいなお話しいただいたような感じがします、はい。では今度はあの3つ目のキーワードですね、少しガラリと変えまして、この中国茶と急須に見る美意識と文化ということで、今こちらにずらっと並んでいるんですが、そうですね、はい、こちらはまあ趣味、そうですね、あの、まあ、10年ぐらい前から中国茶というか、はい、そういう、まあ、ものになんか惹かれるようになりました、はい。若い頃はやっぱり欧米流の文化の方がより多くの魅力を感じていたんですが、やっぱり年齢とともにやはり東洋的なものっていうか、はい、うん、まあそういうものにだんだん惹かれるようになっていった経緯があります、はい。で、まあ中国茶って言っても、まあどの国でもそうですが、はい、お茶なり
タバコとか酒とかいろいろありますが、嗜好品というのは、はい、それに基づいていろんな文化が作られてきたと思うんですね、はい、日本の場合はやはりあの中国から帰ってきたお茶というようなものをもとにして、はい、やはりあの、まあ、茶道が中心ですが、あの日本の美意識というものが、はい、あの形成されてきたし、礼儀作法やなんかも、はい、お茶を基本にですね、はい、ある程度形成されてきたと言えると思います、はい、で私は興味持っているのは、まあ、煎茶道と言われている、まあ、江戸の中頃から出てきたもので、はい、特にあの幕末から明治にかけて大流行しました。つまりエスターブリッシュの世界は茶道の世界ですが、はい、それに対抗する意味合いで、まあ、文人の、はい、あるいは製品の文化として、まあ、煎茶道というものが注目されて、はい、明治の元勲なんかでは非常にあの煎茶道に興味を持っていた方が多かったわけです。はい、はい、そういう中でやはりあの我々日本人もやはり東洋人の、まあ、一部分を形成するものとしてですね、はい、やはり明治になってあの東洋の知恵というようなものがだんだんあの、まあ、軽視されていく、特に、はい、まあ、日清日露の後、そういう傾向になってきましたですが、やはりあの我々が何千年来こう生きてくる糧としてですね、あの栄養にしてきたものですから、そういうものへの憧れというものは昔から強かったわけです。で私もまあそういう中国茶を媒体に漢詩とか中国のなんかあの文人の持っているそういう文化的なものというようなことで、日本人がずっと長らく持っていた中国趣味ですね、そういうようなものになんかあの欧米のものよりもあのまあだんだんあの年とともにあの魅力を感じるようになりました。なるほど。でやはりあの論理的にあの突き詰めていくったり、あのきっちりした枠組みを作るのは欧米流がいいんですが、やはりあの東洋流のゆったりした、はいはい、そういう中で、まあ、学問という形よりも、まあ、一つの生きる知恵、はい、あるいは生きる方法として、はい、やっぱりあのそういう、まあ、まあ、学問というわけではないんですが、はい、水学も、まあ、昔は野の学問と言われてきて公の世界とは違った生き方をしてきたんですが、はい、うん、まあ、そういう何て言いますか、まあ、東洋の持つ、はい、あの謙虚な部分というか、うん、控え面で、はい、かつ、まあ、大自然と共に寄り添って生きるというような、そういうものに憧れて、はい、まあ、こういう。ものにだんだん惹かれるようになってきました。あれ民族学の魅力と結構このお茶の魅力というのは結構近いところが、そうですね、お茶自体はまあまあ、いろいろ多様な分野があってまあ、深いものがあるんですが、はい、まあ、ある意味でそういうゆったりとした中で、そういう、まあ、生きる知恵なり、はい、あるいはまあ、人生観、はい、なりを持てたら、まあ、こういう、はい、今あの人生50年時代から人生80年、はい、ちょっと高齢社会になっておりますので急速に、はい、まあ、こういう世界で生きる知恵としてはやはり西洋のものよりも、はい、東洋の知恵というようなものがこれから、はい、まあ、有効なんではないかと、はい、で、まあ、請求に成果を出したり、はい、あるいは何か学問的な、まあ、成果なり、あるいは、実りを早急に出す上では西洋流の考え方、はい、あるいは方法というものは非常に有効だと思いますが、こういう、まあ、生きる知恵としての、はい、その学問ということになると、うん、東洋流のそういう、まあ、考え方、はい、生き方、うん、そういうものがこれからはますます有効になってくるんじゃないかなというような私は印象を持っています、はい、で、まあ、豊かな時代、あるいは、はい、こういう高齢化社会の、はい、まあ、問題というようなものを、まあ、追求する上ではやはり東洋的な知恵をもっと生かしたような形のものが重要じゃないかと、はい、で今までは青年、子供が大人になったり、
まあ、そういう成年式とか、はい、子供が生まれるということで、はい、いろいろ訓練していくというようなことがあったわけですが、はいはい、一つは、まあ、人生の後半に備えるための、はい、今まで、思春期とは、はい、対照的な更年期の問題とか、はい、死の準備の問題とか、はい、そういうような老いの問題をですね、どのように豊かに生きるかということが民族学でも、まあ、はい、問題になってくると思っております。そこで、まあ、東洋的な知恵というようなものを、はい、まあ、ますます、はい、取り入れていく必要があるんじゃないかなというような感じはしております。はい、なるほど、ありがとうございます。まだまだいろいろとお聞きしていきたいんですが、はい、お時間の方もやってまいりましたので、はい、本日はこの辺りにさせていただきたいんですが、はい、本日この3つのキーワードでお話をいただきまして、研究内容はこの異界とこのような境ということで、はい、川戸の神と川屋の神ですね、はい、屋内信仰というのを通じてその自然と人間が、ね、死と生といったその異界とこの世との境転換というのをまあ研究されている。そして2つ目がこの民族学の精神として、じゃあもう過去のものをなんかこう、まあ、古臭い学問というのではなくて、この自分たちがその判断して生きることができる、そういう自分の言葉を持つことができる、そういうある意味この今の現代を生きるためにこの民族学というのは非常に重要だと。 ね、はいはい、そしてまあこの3つ目が今度はこの中国茶というのを通じてその東洋の文化の魅力、それからまあこういった今のこのまあ社会、グローバル化の社会だからこそ、まあ、高齢化の社会だからこそ、こういう東洋的な価値観というのが非常に重要になってくるんじゃないか、はい、というような流れでですね、はい、もう本当に今現代の時代を生きる私たちにですね、はい、非常にとって重要な示唆をいただいたのではないかと思います。ぜひ私もこういった考え方をまたこのこういった図鑑を通じて何か広げる一助となればと思いますので、はい、今後のご活躍を期待しております。はい、ありがとうございます。それでは本日の研究者図鑑はここまでです。どうも飯島さん、本日はありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。